大正交差点31号の起点、呉方面を撮影広島県呉市本通り2丁目交差点国道31号は、広島県秋群郡海田町から呉市へ至る一般国道である。広島県秋群郡海田町を起点として、国道2号大正交差点より分岐して、広島湾岸に沿って南下し、呉市本通り本通り2丁目交差点で、 国道185号に接続する延長約 35km の一般国道の路線で主な通過地は広島市や菊、秋群坂町、呉市吉浦本町である。現道のほとんどの区間は広島湾岸蔵や JR 呉線に沿って走る。並行する広島呉道路は国道31号の有料バイパス道路である。とを結ぶ道路はに 旧日本海軍の陳府が置かれていたため、軍事上の重要な道路として、明治時代より国道に指定され、1965年の道路法改正前は一級国道に指定されていた、経緯を持つ。一般国道の路線を指定する政令に基づく、奇襲点及び重要な経過値は次の通り。帰ったと暮れとを結ぶ国道の起源は、1887年7月8日に、 国道表に追加された国道46号、東京より、クレチンジュフに達する路線である。この路線は、現在の一般国道1号2号を経由し、海田で分岐して、クレに至るもので、海拓港は、今日の一般国道31号と同じルートで、広島湾東側の海岸線に沿って、広い道幅が確保されていた。同時に、各地のチンジュフに至る道路が、 国道に編入されている。現在の一般国道31号の終点になっている後は背後に山々を背負い複雑な瀬戸内海の島々に囲まれているところから軍事機密を保つための公的地とみなされ、1886年に海軍の軍事拠点である陳府が置かれ、1903年には海軍交渉が建設されている。 1920年施行の旧道路法に基づく路線認定では、いわゆる明治国道であった旧国道46号から軍事路線としての性格をそのままに国道32号、東京市よりクレチンジュフ所在地に達する路線となった。海軍の街として発展してきた後は、1945年3月から7月にかけて度重なる空襲に遭い、 クレ軍港に停泊中の多くの軍艦が沈められ、港としての機能が壊滅。同年8月、終戦を迎えた。戦後は、クレチンジュフが廃止されたが、自衛隊基地や在日米軍基地、造船業や製鉄業の工場など、海軍の町としての面影は残した。1952年12月4日、新道路法に基づく路線指定で、いわゆる、 大正国道だった旧国道32号は一級国道として国道の地位を保つこととなり一級国道31号広島県呉市として指定された。1965年4月1日には道路法改正によって一級、二級の別がなくなり一般国道31号となった。かつて秋群坂町から呉市天皇町にかけて 中央線変異区間が設けられ3車線の道路となっており、中央の車線は午前は広島方面、午後は呉方面の車が通行するように設定されていたが、1996年にバイパスの広島呉道路が完成したことで廃止され、同区間は片側1車線の道路となっている。同区間に複数ある駐車禁止や制限速度50の幕式可変標識が、 取り付けられている門型の構造物は当時の名残であり、当時はこの可変表示器に中央線、ここから車線などの表示がなされていた。2018年7月6日に発生した平成30年7月豪雨で7がところで土砂流入が発生。その他のクレッシュ周辺道路も被災し、物資不足の状態に陥ったが、同月12日に、 水尻での迂回路が完成し全線復旧した。広島県秋郡坂町広島湾の海沿いに道路が走っており、原道は海岸線寄りで瀬戸内海の島々を眺めながら走ることができる。バイパスの広島呉道路は内陸寄りで原道に並行しており、トンネルも多い。トンネル魚、宮間水道付近広島県呉市海岸4丁目24時間。 交通量道路交通センサスより一部データを抜粋して作成平成22年度の調査において、並行する広島呉道路では全線で高速道路無料化社会実験が行われていた。広島県呉市三条三丁目一般国道県道。ありがとうございます。